だからここで言えるのは、経営者とかあるいは戦略決定者という方には2つの、仕事があるんですね。どんな仕事があるかというと、まあ、ここでは経営者、皆さん経営者ばっかりじゃないんで、戦略決定するという立場もあるか分かりませんので、そんな形で挙げてみました。ですからそういう方にはどんな仕事があるかというと、まあ、仕事といっても仕事と作業があるんですね。作業というのは一言で言うと、言われたことをやるということです、ね、言われたことをやるということです。仕事は何かというと、言われたこと以上のことをするわけですね。だからここにいらっしゃる方は作業のできる方だけじゃなくて、仕事ができる方ですね。あの職場の中で言われたこと以上のことで、ね、あのやったり、それが求められている方であります。それでは経営の仕事って何かというと、実はその経営システムを作ること自体が、経営をする人やあるいは戦略決定者の仕事になってくるわけです。だから戦略といっても、この経営システムとはどういうものなのかということを理解しないとそこはできないんですね。そしてそれで成果や業績が出てくるわけです。そういった意味では、仕事としましてどんな仕事があるかというと、戦術というものと、もう一つは経営戦略というね、こういう2つの作業があって、特に経営者の方々はこの経営システム、これをですね、メインに作るということが大事になっているわけです。いいでしょう。そういうのは、この経営システムとは何なのか、